生活魔法は外れスキルじゃない。星1。主人公は貴族のオス。その貴族の家の腹違いの息子とその母親がクズという設定で、父親も事なかれ主義であり、スキルガチャで腹違いの息子がレアスキルを当て、主人公は生活魔法というクズスキルと無名の女神の籠を手に入れたことで放逐されてしまうという親の子守歌よりも聞いたやつ。そこから実は主人公が引いた女神の籠の女神の名前がその世界の創造神の名前だったことから、これはもう、俺つえ待ったなしですねという、創造神というどう考えてもメジャーなはずの名前を、スキルガチャを担当した担当神官が把握していないとか、さすがナロー計算という感じの大変慈しみ深い作品。ここからヒロイン候補のダークエルフのメイドと一緒に、前前世は大賢者で、前世は賢者だった主人公の無双が始まるシナリオ。この漫画のさすがナロー系品質だという部分は、創造の女神の名前を誰も知らないという部分以外にも、生活魔法は云々がついているが、生活魔法など存在せず、この主人公の能力が創造魔法だということ。錬金術と並んでナロー系チート魔法の一つである創造魔法だったら、それは強いので当たり前なので。ここからネタバレ。このコミカライズのディモールとベネな部分は、季節が面白いという部分だけではなく、コミックも理解しにくいという部分であり、本来はモンスターはギルドに販売しなければならないという理由でギルドに拘束されるというイベントが唐突に発生する。その後に経緯に入って、主人公は依頼を受注しようとしたが、ギルド職員がサボタージュしたので規約違反ではないという部分を後付けで説明するという前振りで、そのギルド職員がサボタージュしたというコマが一切入ってこないし、その世界ではギルドを通してしかモンスターは売買できませんという説明も入らないという、とっても慎み深いいい感じの作品。この漫画は稚拙な文章力と読みやすいシナリオや、それっぽいシナリオを作れる構成力だったり、主人公の性格設定が合理的でベネであるという、リアル鬼ごっこの初版のような作品。ためになった、面白かったと思ってくださったら、チャンネル登録よろしくお願いします。